阪神のあいつも言った背番号1ええんか準永久欠番やなかったんか。ええやん4とか9とか空いてるのによりによって森下に入れるんか。鳥谷監督亡くなったな。監督になったら80をつけそう。鳥谷コーチの番号なくなったやん。81とかつけるんか。コーチが1とかつけへんやろ。監督でもどうかって話やのに。どこぞのビッグボスじゃねんだから前兄貴は6つけてたけど。6の方が重いんやな。一回外人にでもつけさせて中和させたらええわ。ババ28番上げてたりあんまり腰つせんよな。24やとあかんかったんか。1はまだ早いと思うわ。なんせ4番が熊谷のチームやからな。とにかく昔から番号には頓着戦チーム屋敷にしてないんやろ。4は縁起悪いからどこも適当定期。永久欠番以外で阪神で特別な背番号って6と22くらい。そのあたりもそのうちポーンと出てそうでな。掛布の31マルテ。マルテがつけたくらいや自然全特別にしてないぞ。競技的には鳥谷が入るときに岡田が就任したし似てるといえば似てるな。選手のタイプも守備位置も関係ないが。ソフトバンク並みにいい背番号の扱い軽いね。今の阪神やったら近本1でよかったんちゃう。本人の希望もあるやろうけど。そういや鳥谷の番号か。森下にあげるのは偉大やな。てか阪神みたいに番号にあまり固執しない方が良いだろう。もらう方も気楽だし。意外と鳥谷の1番は扱い軽かったな。あ阪神はあんま前任者がどうとか気にせずあげるとこあるけど、金本の6はさすがに扱い難しそうにしてる。